バイバーイ。案外楽勝でしたね。
先払いできんか5枚。こいつが払うぜ。俺かよ。2階一番奥、ベッドは一つ。払う。俺が払う。ところで、このレイヴンズで死人が生き返ったって噂を耳にしたんだが、どうなんだ。知らんね。どうせ悪ガキどもが流したくだらんホラだろう。で銀貨5枚はぼったくりだろう。バステの牢獄よかひでえところじゃねえかよ。この町じゃマシな方だ。さっさと寝ちまえ。お前やけにこの町に詳しいみたいだけど、来たことがあるのか。ガキの頃に住んでたのさ。もうずいぶん昔の話だ。子供の頃の話を聞かせてくれ。おら、あ、痛めつけて身ぐるみ全部剥いじまえ。なら。おい、誰かがゴロツキに襲われてるぞ。ほっとけ。トラブルに首を突っ込むなっつうの。この町じゃ日常だ。だからって。分かってんだよ、バケモン野郎。死人を生き返らせてんのがてめえだってことやな。あんたが死人を生き返らせたって話、それは本当か。残念だが、獣人にそんな力はない。他に用がなければ俺は行くぞ。おい、どうした。ジェリコ、ベッドを開けろ。大丈夫か。これでやっと息子どもに会える。おっさん、息子がいいのか。ああ、大切な息子が二人、あの世で先に待っている。食料泥棒めが。またてめえか。今度という今度は絶対に許さねえ。アバディンの牢獄にぶち込んでやる、ガキめ。おい、坊主。食うか。俺はこれから脱獄するんだが、よけりゃ坊主も一緒に来るか。子供の目じゃねえな。坊主、名は？バン。おっちゃんは？ジバコだ。よろしくな。
バン。ジバゴ、俺に盗みを教えて。バン、お前分かってんのか？盗みをするってことはまともな人間社会ではやっていけなくなるってことなんだぜ。じゃあなんでジバゴは盗む、腹が膨れて眠くなったか。眠いなら寝ろよ。ちゃんと寝ねえと大人になれねえぞ。息子がいんの？ああ、お前と同じくらいのガキンチョが一人な。なあ、息子ってどんなやつだ？セリオンって言ってな、人見知りだが優しい子さ。それから目つきと口の悪いツンツン頭のバンってガキだ。ジバゴはなんで夜にしか家に帰ってやらねえんだ？頻繁に行ったり来たりしてたら騎士どもに住処がバレちまうだろ。バン、人間を信じるなよ。俺はジバゴを信じるよ。ったく、お前はバカだな。さあもう寝ろ。明日の仕事は早いからな。不思議だな、お若いのは。あんたの目を見ていると、俺の息子の顔を思い出すよ。息子？獣人の息子は獣人だろ？30年以上昔の話だ。きっとあの子は俺を恨んでいる。人に裏切られて傷つきながらも、俺のことだけを信じると。そう言ってくれたあの子を俺は。この屋敷が今日のターゲットか。そうだ、ジバゴが来る前に俺一人で宝を盗み出してやるか。ジバゴびっくりするかな。褒めてくれるかな。侵入者だ！しまった、寝過ごして。万熱一人で突っ走ってなければいいんだが。やっぱりあのバカ。おい、山でウェアホックスの子供を発見したらしいぞ。山狩りで出発だ。セリオン、父ちゃん気をつけて、早く帰ってきてね。ごめんな。獣人だ。ごめんな、バイ。俺はジバゴを信じるよ。父ちゃん、帰ってきてくれたんだ。俺は最低の男だ。
もしあの時選択を間違ってさえいなければ全てを失うことはなかったのかもしれないな。あんたは何も間違っちゃいねえよ。俺を助けてくれたとして本当の息子を見捨てたことが分かったら俺はあんたを絶対に許さなかったろうね。あんたを恨んだことなんて一度もねえよ。あんたは俺の理想の親父だったんだ、ジバゴ。バン、こんなに手がかなりやがって。これでどうだ。インベージョンアロー。これでどうだ。これでどうだ。
これでどうだ。しかしな、バン。お前はすでに40は超えているはずだろうに、まるで20歳やそこらの青年にしか見えん。一体どうなっている？ジバゴ、俺はあんたが教えてくれた泉の水を飲んだ。だからもう死ぬことも、歳を取ることもできねえんだよ。驚いたな、命の泉が実在したとは。俺はおとぎ話と思ってお前に聞かせていたんだがな。ということは、やはり泉を守る聖女もいたのか。死んだ。俺はあいつを生き返らせて。死者を蘇らせる方法などそうあるものではない。かといって恋人の後を追うにも、お前はもう死ねないんだからな。辛いな。ああ、つれえよ。だが、つれえつれえと泣きわめいたところで、あいつが生き返るわけじゃねえ。俺は嬉しい。何がだよ。お前に自分より大切なものができたことがさ、お前は俺以外の人間に決して心を開こうとはしなかった。それは今でも同じさ。人間とはうまくやれる気がしねえ。おい、ジョリコ。なんだよ。ゴキブリ。うっそ。ざけんな、てめえ。お前が初めてかもな。何がだ。一緒にいても、嫌な気がしねえ人間は。俺が初めて、嫌な気がしない、つまり、好き。殺すぞ。バン。まだ何かあるみてえだな。何かってなんだよ。俺はお前の親父だぞ。息子が悩んでいることぐらいわかる。あれから俺には大事な恋人とダチができた。なのに俺は恋人とダチを天秤にかけてダチを殺すことを選んじまった。そいつはバカみてえにいいやつだよ。俺がどんな悪ふざけをしても笑って許してくれる。だから俺はいつも甘えちまうんだ。いいダチじゃねえか。よく聞け。てめえの中でいくら後悔したところで相手に伝わらねえなら意味はねえ。この俺みてえによ。溜め込むな。全部吐き出せ。そして心から許しを乞え。それが親父として最後に息子に残してやれる言葉だ。